Hello everyone, welcome to Art English School. 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長、さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆様、今日は9月1日でございます。9月1日といえば防災の日でございますね。関東大震災があったということで、この日に避難訓練とか防災訓練とか、いろいろ全国で行われております。はい。で、私はですね、1日早く昨日、災害に役立つ食事を作ろうというそういう講座がありまして、行ってまいりました。で、防災訓練なんかでよく炊き出しには参加させていただいておりますが、だいたいアルファ米、お水で40分お湯で20分で戻るというですね、アルファ米を使ったりとか、あとは普通に大きなお鍋でカレー作ったり、豚汁作ったりとか、そういうのが多くてですね、今回はですね、ビニール袋にお米とお水を入れて、そしてお湯の中にそのビニール袋を入れて、ご飯を炊くというそういう講座でございました。で、このやり方は前から知っていて、とても有名ですよね。で、防災訓練なんかの時にそうやって炊いたご飯をいただいたことなんかもあって、あ、こうやってできるんだと思っていたんですけれども、今回初めて自分で体験してみました。で、やり方はとても簡単で、スーパーのレジなんかにこう小袋のビニール袋がありますよね。ああいうような袋でいいんです。で、袋でご飯を炊くメリットというのはですね、まず災害時にお皿がないと、配膳するね、お皿がないという時に袋で1人分ずつご飯を炊けば、もうその袋ごとを配って、もう皆さんにそこから直接食べていただくということができるので、お皿がない、あとお皿を例えば洗ったりとか、あと捨てたりとかっていうのも、袋だったらもうちっちゃく畳んでしまえばかさばりませんので、そういうメリットがございます。あと食べる人もですね、手もそんなに流水がなくてで洗えないとかですね、そういう時にもともと袋に入ってるご飯だから、袋を持ってこうおにぎりみたいにして食べれば、手も汚さず手を使わず食べることができるので、そういった意味でも衛生的だということでございます。はい。で、あとはですね、例えばそのご飯を炊く、ご飯に入れるお水に関しては飲料水じゃないとダメなので、災害用に備蓄してあったペットボトルのお水なんかを使うと思うんですけれども、お鍋に沸かすお水に関してはですね、そういうお水じゃなくて、多少ですね、飲むにはふさわしくないお水でもお湯が沸けばいいので、お鍋の中に入れるお水に関しては、ペットボトルの水じゃなくてもいいということがございますので、そういった意味でもですね、本当にもう食器もなくてお水もそのたくさんなくて、手も洗えなくてみたいなね、もう本当にその緊急の時にでもご飯が食べたいっていう時はですね、このビニール袋でご飯を炊くというのはとてもいいと思いました。はい。で、本当やり方は簡単で、袋にお水をご飯を入れます。で、ご飯の量に決まりはないです。大切なのはご飯とお水の配合を間違えないということなので、お米をすくったカップとかね、スプーンとかでお水を入れるというふうにすれば同量になりますので、1合だとか 100g だとかね、緊急の時にそういうことを言っていられないので、ほぼ同量よりも気持ちお水を多めっていうふうに覚えておいていただくといいんじゃないかと思います。で、例えばお粥にしたければですね、お水の量を、お米の5倍ぐらい入れると全員がゆになるのかなというのを、そこをマックス覚えておいておかれて、あともうちょっと柔らかめがいい人は1対1よりも1対 1.5 ぐらいにするとかですね、そんな感じでやればいいです。あとですね、おかずとご飯をですね、別々に作ることができない時っていうのもありますよね。もう袋に入れたものをみんなにこう配りたい時とか、そういう時は味ご飯にしてしまえばですね、
ご飯とおかずがまあ一緒に炊けるということですよね。アルファ米なんかも白米のアルファ米というのはあまりなくてですね、わかめご飯とか五目ご飯とか、あとひじきご飯、五目ご飯とかな、そういうのなんですけれども、あれもまあそういう意味がございますので、これも簡単にですね、例えばお米入れますよね。でそこに災害に例えば缶詰が備蓄してあったりすると思うんですけども、で昨日私が使ったのは焼き鳥缶、お酒のね、おつまみに使う焼き鳥缶、あれはですね、もうそのまま入れちゃうんです。もう味もついているので、お醤油か何かの味ね。でそれを入れて、まあこうよく揉んでですね、それで沸騰したお湯の中に入れて30分放置しておけばですね、焼き鳥ご飯の風味の味ご飯ができるということで、お好みでそこに例えばコーンの缶があったらコーンを入れるとか、ミックスベジタルを入れるとかですね、あともうわかめご飯がいいという人はわかめなんかも保存食ですので、フリーズドライドとかねありますから、そういうのを、まあ、作業用に備蓄しておいたらそれを使ったりとかですね、すればできるということでございます。はい。で時間はですね、沸騰したお鍋のお湯の中にそのビニール袋を入れて、だいたい30分ぐらいするとですね、こう袋がまあ透明なんで中見えますから、あ、炊けたなっていうのは分かります。はい。あまり焦ってしまうとまだ芯があるご飯になるし、あとお水が足りないとやっぱり芯のあるご飯になってしまいますので、まあちょっと気持ちお水は多めに入れた方がいいんじゃないかなと思いました。はい。で一つですね、やってみて分かった注意点なんですけれども、ビニール袋が薄いとですね、どこかに穴が開いて徐々に中身が漏れてしまいます。で、なんで漏れてるのが分かったかというと、焼き鳥缶を入れた、まあ、お米を、まあ、入れてるわけですが、最初はお鍋の中のね、お湯は透明だったはずなのに、だん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 その焼き鳥のですね、煮汁の色になっていくわけですよ。ということはビニール袋の中から外に漏れてるということですよね。で、中から外に漏れるのはいいんです。問題は外から中に入るってことですよね。で、今回私たちは災害用とは言ってもですね、お水たっぷりある環境でやったので、きれいな水道の水をお鍋に張ってやりましたので、別にお鍋の中のお湯とビニール袋の中のお水がですね、こう交代しようが、どっちもきれいなお水なので衛生上問題はありませんでした。ですけれども、実際の災害の時にそんなに飲み水がない時、お鍋の中で沸騰させるお水はひょっとしたら飲めないお水かもしれないわけです。はい。飲むにはふさわしくない。で、それの中にビニール袋を入れてご飯を炊いている時にですね、中と外が入れ替わると皆さん分かりますよね。まずいですよね、それは。まあ沸騰させてるからいいんじゃないのとかね、まあそういう考えもなくはないですが、やっぱりよろしくないんじゃないかと思うので、ビニール袋ですね、あまり薄いものだとやっぱりお米がまだ硬い時はそのお米でこうカシャカシャになることによって、ちょっとちっちゃい穴でも入ったらそこから漏れちゃいますからねっていうのと、やっぱりこうしっかり口を縛っていてもですね、そんなにめちゃくちゃ絶対 100% 漏れないふうに密閉はあんまり人力でできないので、そこから漏れることもあるので、できたらですね、袋は二重にするとか、あるいはジップロックぐらいのちょっと耐久性のあるビニール袋とかがあればですね、そっちでやった方がいいんじゃないかと思いました。だけど使い捨てで大人数でやるとかってなるとね、安い本当ペラペラのビニール袋しかなかったりするから、それでやるんでしょうけれども、避難所でね暮らしていていろいろ問題はあるんですけれども、結構食中毒、軽い食中毒にかかってお腹壊しちゃう人っていうのはすごく多いんですよ。で、全員が壊すわけじゃないんだけれども、5分の1ぐらいの方とかが、壊されたりとか、でやっぱり敏感な方ね、お腹を壊しやすい人っていうのは
ちょっとでも衛生面にちょっと不安あるものだと反応してしまうってことがありますから、で避難所暮らしをしていて、お腹壊すと本当大変だと思うんですよ。トイレの数が少ないでしょ。ですごい遠いところまで行かなきゃいけないとかっていうのもあるし、一人でトイレ占領とかってこう心理的なね、なんかプレッシャーとかもあるからすごく辛いし、でお腹の薬なんかもね、すぐにあればいいですけど、自分に合ったものがね、避難所になかったりすると、お薬が合うとか合わないとかっていうこともあるだろうしね。なので、体力も落ちますし、なのでちょっとそこがちょっと課題だなと思いました。はい、やっぱり体験しないとダメですね。ということで、非常に簡単にできます。なので、皆さんね、お家の防災袋にアルファ米とかね、乾パンとかね、今は栄養缶とか、結構こう美味しいグルメな非常食ってあるので、そういうの買い揃えられているとは思うんですけれども、やっぱり日本人なのでね、白い炊きたてのご飯が食べたいっていう、そういうのはあると思うんですよ。でご飯さえあれば、梅干し1個でも食が進むとかね、そういうのがあって、本当にもうアルファ米とか乾パンとかだともうなんか事故が湧かないってこともあるので、どうしてもご飯が食べたいで、お米はあるみたいなね、状況を考えられますので、やっぱりですね、お家でどれぐらいのお水の配合が自分の好みかとかね、その30分って言うけれども、もう本当に30分なのか、もっと長めがいいのかとか、あとビニール袋もいろいろ試されてですね、どれぐらいのだったら、一番安くて、強度的にも問題がないのかとかね、っていうのは、ちょっと試されるといいんじゃないでしょうか。はい、お子さんいらっしゃったらね、ちょっと自由研究の一環みたいな感じでね、やるとちょっとキャンプみたいな感じで、逆にお子さん喜んで食べるかもしれません。はい、であとですね、やっぱり袋にたくさんお米を入れちゃうと、中の方に芯が残るっていうのがやっぱあるんですよ。なので、本当に1合入れるとね、1合ってこうお茶碗2杯分じゃないですか。結構多いんですよ、膨らんでくると。なので、半合ぐらいで、本当に1人分に1袋ぐらいでやるのがコツかなと思いました。はい、で味ご飯にする点に関してはですね、これは私の個人的な感想でございますが、例えば今回焼き鳥缶とかね、あとサバの味噌煮缶とか、そういうそれだけでおかずになるものを一緒に使って味ご飯にするってのやったんですけれども、それはその缶詰はそれだけでおかずになるものなので、ご飯はご飯で、缶詰は缶詰で開けて、もうなんていうの、トッピングっていうかね、上に乗せて食べるタイプにした方がいいんじゃないかと思いました。なんかね、そんなに塩味が効いてない、ちょっと中途半端な味ご飯みたいな感じになってしまって、だけど塩分は高いんで、後から喉が渇くみたいな感じでね、あまりなんかあまりちょっとおすすめできない感じでしたので、無理やり味ご飯にする必要はなくですね、ご飯をご飯で炊いて、カレーかけたい人はカレーかける、ふりかけがいい人はふりかけをかける、で、お塩だけでおにぎりが一お塩だけするみたいな感じの方がですね、逆にいいんじゃないかと思ったので、もうちょっとですね、研究してみたいかなと思います。ということで、防災の日にふさわしい、災害に役立つビニール袋でご飯を炊けるかなに挑戦レポートでございました。以上、アート英語圏解説サルキでした。See you next time! Bye!